テムズ川、テムズ川は南イングランドを流れる川であり、ロンドンを海とつないでいる。代表的なイスチアリーの入り江を作る河川である。テームズ川とも表記される。ルネサンス期にギリシア語が語源であるという誤った認識が広まり、読み方を変えずにからに綴りが変更されている。テムズ川は 346km の長さである。 グロスターシャーのコッツウォルズの丘の近くのキンブル村に水源がある。オックスフォード市を流れ、レディング、マーロー、メイデンヘッド、イートン、ウィンザー、そしてロンドンの順に流れていく。オックスフォードでは、テムズ川のラテン語名テマシスを短くしたアイシスと呼ばれている。テムズ川は次のように流域での伝統的な軍境海戦として使われている。グロスターシャーとウィルトシャー。 南岸のバークシャーと北岸のオックスフォードシャー、バークシャーとバッキンガムシャー、バッキンガムシャーとサリー、サリーとミドルセックス、エセックスとケントの6つの境界線である。現在でもテムズ川で行政区分を設定していることが多いが、以前より少なくなってきている。大ロンドン市にたどり着くと、ハンプトンコート、リッチモンド、サイオンハウス、旧の横を流れ、ロンドン市内を通過し、 グリニッチ、を流れ、ノアと呼ばれている河口にたどり着く。ロンドンの西側の地区は時々と呼ばれており、東側の地区はと呼ばれている。この二つの呼び名は、地区開発業者や政作文章によく登場する。ロンドン市内より、さらに上流、川口から九十キロメートルの距離まで、北海の潮石の影響を受ける。ロンドンは、ローマ帝国支配下の紀元前十三年に、 満潮時に潮が達した地点に気づかれたという逸話があるが2000年ほどの時間の間にさらに上流まで遡るようになってしまっている。ロンドン市内では水は海水と混ざり少し黒い色をしている。テムズ川の主な支流はタレント川、またの名をデプトホード、クリーク、フリート川、リー川、ウェストボーン川、ケン川、モール川、チャーン川、 それにワンドル川である。洪水を防ぐためにメイデンヘッドとウィンザーの間にジュビリー川という人工河川があり、テムズ川をつないでいる。今から60万年前の更新用の氷河期の時、47万5000年、前のアングリカン氷河作用により大きく地形が変えられる前のテムズ川は、ウェールズからクラクトンオンシーを通り、現在では北海となっている地域を通り、 ライン側に流れ込む支流の一つであった。バッキンガム社を通り、ハートフォードシャーの南、エセックス、現在ではステインズと呼ばれている地域、コルネ谷を通って、ハットフィールド、そして東にエセックスを横切り、太古のライン側に流れ込んでいた。後に、現在のレア側となる谷を侵食した氷により、現在の河口に流れ込むようになった。しかし、この流れもまた、 ハットフィールド近辺で巨大な氷によって塞がれ、セントオールバンズの西まで到達する巨大な氷河湖となる。湖はステーンズ近くで流出し、現在のロンドン中心部を通る現在の流れとなった。40万年前に氷河期が終わると、テムズ川は現在と同じ流れを通るようになった。コルネダニの流れは逆になり、南にテムズ川の支流として流れ込むようになった。 太古のテムズ川が残した川砂利を、戦闘オルバンズ谷の至るところで見ることができる。人類の記録に残されている限りでは、ケルト民族の例に倣い、ローマ人も川をテムズと呼んでいる。ガリア戦記を書いたカエサル、カシウス、そしてタキトゥスがそれぞれに記録を残している。リチャード・コーツという研究者が、実際にテムズ川と呼んでいた地域は、現在より、 上流の川幅が狭い場所であり、歩いて渡ることができないほど広い下流では、プロアニダと呼んでいたと推測している。プロアニダという名称は、ケルト以前のヨーロッパ語、プルート・ネードという二つの言葉からなっていて、流れる川、あるいは広く流れ渡ることのできない川という意味らしい。プロアニダ川の岸に作られた集落は、川から名前を取って、ロンドニウムと名付けられた。 16世紀から17世紀にかけて、テムズ川は、ロンドンとウェストミンスターをつなぐ主要な交通路であった。排他的な渡し森ギルドが、ロンドン市民の唯一の足になっていた。多芸な渡し森であり、水の詩人と呼ばれたは、オックスフォードからロンドンまでの旅を死に残している。17世紀から18世紀の商標期の頃、冬になるとテムズ川は、頻繁に凍結した。 1607年には最初のフロストフェアがあり、凍りついた川の上にテントが並べられ、ボーリングやアイススケートなど様々な娯楽が提供された。冬の平均気温が上昇し、1814年からは二度と川が氷結することはなくなった。1825年に建造された新しいロンドン橋が何らかの影響を及ぼした可能性が指摘されている。 新しい橋は古い橋に比べ橋脚の数が少なく、スムーズに川が流れてしまい、冬の寒気でできた氷が橋の上流に溜まるのを防いでいるのかもしれない。18世紀にロンドンがイギリス帝国の貿易の中心となり、テムズ川は世界で最も交通量の多い河川になった。そして1878年9月3日の夜にイギリス史上最悪の川での事故が発生する。 遊覧船プリンセスアリスと、石炭運搬船バイウェルキャッスルンが衝突し、プリンセスアリスは二つに割れて沈没する。七百名以上の人が登場していたが、そのうちの少なくとも六百四十人が推死した。また、テムズ川岸の港湾プールオブロンドンが停泊する、船であまりにも混雑し、貨物を狙う盗賊からも、何の防護もないため、十九世紀初めから、 ドックと呼ばれる船を停泊させに悪させる大きな堀がサザークロザーハイズドック島などロンドン東部に多数建設されドックランズと呼ばれる世界最大級の港湾になった。この頃のテムズ川は工場からの排水や死尿が垂れ流しになっておりひどく汚染されていた。特に夏になるとその匂いは耐え難いものになった。1858年の夏はあまりにも汚染がひどく 大悪臭、グレート、スティンクと呼ばれた。ウェストミンスターの英国会議会、庶民院に座ることが不可能であると判断され、別の場所で議会を開かざるを得なくなったのである。またテムズ川川口は良質のカキの産地であったが、この頃の汚染によりほぼ絶滅してしまった。これ以後、川の汚染を抑え込もうと、様々な方法が実施される。ジョセフ・バザルジェットの設計した下水道が、 テムズ川の両側に設置され、その中を通って海に廃棄されるようになったのである。鉄道や道路の発達、そして1914年以後の帝国の縮小に伴い交通の要所としての意味は薄れていく。ロンドン港は海上、陸上輸送のコンテナ化によって下流のティールバリーや外目のフェリクストに移され、ロンドンは港町としての機能をほとんど失っている。 19世紀の後半から20世紀の中頃まで無数の清掃プロジェクトが実施され、川には生命が戻ってきた。現在では世界の都市を流れる河川の中で最も綺麗な川の一つである。1980年代の初期に、と呼ばれる潮汐を調整するための巨大な施設が建設された。一年に数回閉じられ、ロンドンのテムズ川沿いの地域を水害から守っている。 1990年代の終わりに1 2トルの長さの人工河川、ジュビリー川が建造され、メイデンヘッドとウィンザー周辺を水害から守っている。テムズ川には無数の橋やトンネルがかかっており、ターブリッジ、ロンドン橋などがある。多くの小説の中でテムズ川は舞台として登場している。ジェローム系ジェローム著のボートの三人男は三人の男が、 ボートでテムズ川を登っていくユーモア小説である。オックスフォードの近くの岸のどこかが不思議の国のアリスの始まりでリデル姉妹の船遊びを歌った詩の場所である。楽しい川辺とそれを原作にした劇、引き返る感の引き返る両方にテムズ川が登場している。ロンドンを舞台としたものの中ではヒーローの研究の中でシャーロック・ホームズは川を渡るためにボートを探しており、 4つの署名では高速蒸気船による追跡シーンがある。オリバー・ツイストの中では川のすぐ側でビル・サイクスがナンシーを殺している。イギリスのテレビドラマドクター・フーにもエイリアンの宇宙船が墜落したりなどたびたび登場する。また同じくイギリスのテレビドラマプライミーバルではテムズ側にプリスティカンプススが潜るという話があった。数多くの橋と トンネルがテムズ川をまたいでいる。次に有名なものを挙げるが完全な一覧はテムズ川の河川横断施設の一覧を参照。エミレーツ航空のスポンサーよりゴンドラリフトがロンドン交通局の運営によってテムズ川をまたいでいる。船舶はテムズ川の川口からデチレードのハーフペニー橋まで遡ることができる。海とティントン水門の間では川は ロンドン港の一部であり、河川の交通はロンドン港管理部が管理している。水門から先は環境省の管轄である。テムズ川には45の水門がある。テムズ川の水門を参照。上流の島から順に記載する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。